第5回東宝 M1 グランプリシャッターガールズ、はいどうもこんにちは。はい、シャッターガールズです。よろしくお願いしますね。はい、頑張りましょうよ。ちょっと私たちはですね、幻想郷の新聞記者ですからね。そうですよ。私なんてアイラブ幻想郷の精神でやってますけどね。私はアイラブ幻想郷だけど、あんたは違うよね。そんなことないよ。あんたもアイラブ幻想郷か。アイラブ幻想郷ですよ。嘘つけ。あんたなんてどう見てもアイラブヒップホップじゃないか。どこがどうなの。どこがヒップホップなの。愛し違うよ。愛してるのか。ちゃんと愛してますよ。そりゃ本当か。じゃあ毎日集めうなぎ食べてるのか。あんたそりゃ食べてないよ。愛してないじゃないのあんた。いや、じゃああやは食べてるのか。別にあれ毎日食うもんじゃないだろう。なんで聞いたの。試したのよあんた。試すな。ここで毎日食べてるとか嘘ついたら盗撮してやろうと思った。なんで、なんで盗撮されないといけないの。じゃあ悟りの地霊温泉郷には行ったのか。そりゃ行ってないよ。愛してないじゃないのあんた。じゃああやは行ったのか。いや、お尻出すの恥ずかしいじゃん。どんな理由よ。なんで聞いたの。試したのよあんた。試すなって言ってんでしょうが。ここで毎日行ってるとか嘘ついたら裸を盗撮してやろうと思った。なんで、なんで裸を盗撮されないといけないの。あんた月の都番商店には行ったのか。行ってないよ。愛してないじゃないのあんた。じゃああやは行ったのか。行くか。あんなもん。あんなもんって言うなよ。何が面白いかわかんない。あんたこそ愛してないじゃないの。なんで聞いたの。試したのよあんた。その言い方やめろ。行ったとか言ったらラブシーンを盗撮してやろうと思ってた。盗撮するなんて言ってんでしょうが。モミジとのラブシーンを。やってないよ。バカじゃないの。好きな幻想郷の場所は。そりゃ妖怪の山ですよ。本当か。本当よ。好きな建物は。高魔館。本当かあんた。本当だ。好きな幻想郷の一家は。最近は青蓮戦一家ね。あ、今そういうのがあるんだ。知らなかったの。どこにいるのその一家。人間の里の近くよ、妙蓮寺。試したのよあんた。試すなって。どんな言い訳だよ。じゃあ幻想郷のお土産ベスト3を答えて。もう知らないよそんなの。第3位。地霊温泉饅頭。牧泉寺の牧泉饅頭でしょうが。知らないよ。第2位は。え、木工の竹炭。京都丹後のコシヒカリでしょうが。知らないってば。第1位は。あー、八つ目うなぎ。傑作でばさきミステアローレライでしょうが。全部ゆゆこの好物じゃないの。謝れお前。誰に謝れ。ゆゆこ様にか。採用奉仕に。関係ないでしょ採用奉仕は。びっくりするでしょ謝られたら。試したのよあんた。試すなってだから。いい加減にしろよ。しまいには社名丸エロで名車するぞこの。うん、どうぞどうぞ。会場にばらまくぞ。そんな画像検索に引っかかるのは外の世界の想像の産物。私じゃない。うぬ。実際の私とは関係ない。でもあなたどうも怪しいわね。何がよ。検索に頼りすぎて頭に入ってないんじゃないでしょうね。幻想郷の知識が。入ってるよ。失礼な。幻想郷熟知してるのあなた。熟知してるよ。じゃあ私今からテストね。ああいいよ。問題を出していくから、幻想郷に関する。ああオッケーオッケー、望むところよ。じゃあまず難易度ノーマルね。ノーマル。はい。メルラン。プリズムリバー。正解。ルナサ。プリズムリバー。正解。プリズムリバー。正解。簡単すぎるよ。ふざけてるなあんた。私プリズムリバーとリバーしか言ってないよ。ごめん、私片手のことバカにしすぎてたね。ちょっとバカにしないでよそんな。カラスとして見てなかった。バカにしすぎだね。ヤタガラス感覚で見てた。バカにしすぎだよ。鳥頭じゃないのか。鳥頭だけど、いやそういう意味じゃなくてね。違う、もうちょっとレベルを上げてよ。難易度ハードでいきましょう。ハードでいこう。西行寺ゆゆ子の好きな食べ物といえば何。ほらまた、さっき出たでしょ。はい、旗手さん。ミスティアローレライ。え、ミスティアローレライでしょうよ。正解はドボシトルテでした。それあなたのおばあちゃん。おばあちゃんの好物。しかも一元さんは笑えないネタを使うとか、あんたが鳥頭じゃないの。問題。はい、問題。はい。魔法の森や白霊神社の裏の木に住む妖精で、主人公らに必要にいたずらを仕掛ける三妖精といえば。はい、旗手さん。サニーミルクルナチャイルドスターサファイア。え、合ってるでしょ。正解は、うん、ハルカミルクカナチャイルド千秋サファイア。誰誰。ハード問題も答えられないじゃない。違う、じゃあもっとレベル上げてよ。ルナティックに行きますか。ルナティック、はいはい、いいですよ。問題。はい、問題。コウマ異変の首謀者として知られ、コウマ館の主人であり吸血鬼の。はい、旗手さん。レミリア・スカーレット。え、レミリア・スカーレットでしょ。正解はイザヨイサクヤさんでした。どういうことそれ。え、続きがあったの。
あ、ですがのパターンだったか。問題。妖怪の山に祀られている土着神の神様という、はい、旗手さん、森谷諏訪子。あー、引っ掛け、かな子様だったか。正解は、いざよいさくやさんでした。またどうなった、どう続いたそれ。ですがからどう。問題。はい、問題。冥界のカリスマ、大食いでスズメ料理好きとして知られ、優雅に咲かせ墨染めの桜などのヒット曲で知られる西行寺家のお嬢様といえば。はい、旗手さん。はい、ゆゆ子ですが、はい、いざよいさくや。え、正解は西行寺ゆゆ子でした。あー、普通に来た。さくやさんは大食いではありません。うん、スズメも食べません。はい、さくやさんがスズメを食べるとかにわかのごろ。謝れファンに。そんなに言わなくても。ファンに超反抗的、まさに反根調と言えるんじゃないでしょうか。次の問題です。腹立つわ。なんか何だったの今の。問題。問題。はい。何も。時を操る能力を持ち、うん、超絶的な投げナイフのテクニックを持つ、はいはい、高魔館のメイド長といえば。はい、旗手さん。いざよいさくや。え、いやいや、なんで。正解は切り裂きジャックさんでした。違うよ、それイギリスの事件ね。問題。架空の人物。ルナサ、メルラン、リリカで知られる幽霊楽団は何姉妹。さっきでバカにするなって。簡単、プリズムリバー三姉妹。え、正解はいざよい三姉妹でした。ない、そんなの、姉妹いないよあの人。問題。おい、ナイフの名手として知られ、月時計、ルナダイヤルなどのヒット曲で知られるメイドといえば。はい、旗手さん。いざよいさくや。なんでよ。正解はいざよいさくうやでした。言い方だけ。問題。さくうやじゃないですよ。フラワリングナイトのテーマ曲で知られるメイドといえば。はい、旗手さん。いざよいさくうや。正解はいざよいさとぅやでした。誰それ、サトゥーヤ誰。問題。問題。はい、デミリアに仕えるメイド長として知られ、はい、旗手さん。いざよいサトゥーヤ。なんで。正解はサッちゃんでした。あだだじゃん。問題。サッちゃんって何。はい、元ヴァンパイアハンターであり、はい、旗手さん。サッちゃん。正解はサクヤイザヨイさん。おかしいもうそれ。あはーん。あはーんって何。問題。何その声。スペル、ザ・ワールドで知られ、はい、旗手さん。いきますよ。はい、いざよいさくーや、いざよいさとぅや、さくや、いざよいさん、あ、はーん、どれか。なんで。正解は、さっちゃんでした。忘れてたそれ、言ってなかったそれ、ねえ。問題。はい、問題、どうぞ、絶対当てる。いざよいさくや、とは誰。いざよいさくや、いざよいさくやでしょうよ。正解は、いざよいさくおでした。わかんない。そこって誰。ねえ、今日初めて聞いたんだけど。ねえ。問題。え、誰よ。あらゆる境界を操ることができる幻想郷最強の妖怪といえば。はい、旗手さん。ヤクモ、いざよい作王。なんで。正解はヤクモかー、普通に来るか。作王でした。誰だ、誰じゃー。めちゃくちゃじゃないか、問題がさっきから。でも愛してるな、ちゃんと幻想郷を。いざよい作夜を。愛してないよ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしく。